誰か見るんだろうか。ありがとうございます。大阪からありがとうございます。じゃあ始めますか ね、 ね、ましょうか。じゃあいきます。はい、はい、地図編みラジオ室外なんですよ、静かで。ちょっと全然、まあ、でも住んでないですからね、この辺は。そう、そんなわけで、はい、我々ちょっとさっきとあるラジオに出てきまして、はい、ね、ラジオ出演ついに、まさかの実現かっていう、ね、すごいこのタイミングでね、ご声かけてくださったそのラジオつくばの赤羽さんには感謝を申し上げます。もうありがとうございます。そうなんですね。そう、赤羽さん、いつも私は普通に遊んでるんですけど、うんうん、お仕事してるとこ初めて見たので、うんうん、かっこいい ね、 ね、やっぱね、ラジオ DJ 素晴らしい、うん、すごいね。今はね、楽しかった。楽しかったです。ちょっと若干の緊張とともに。ちょっとどうしようみたいな、ね、ちょっとどうしようって。ヘッドホンとかしちゃって ね、 ね、ヘッドホンとかしちゃってね。あの、そのヘッドホンとねしてる写真結構いいですよね。きっとね、ああね、あれ多分後で送ってくれるので、ね、後でアップしますね。はい。そうそう、はい。ね。ね、すっかり秋です。ね、本当にこの紅葉すごい綺麗。ここすごいね、謎の紅葉。そう、すごいね、あの穴場スポットなんですよ。ストーンヘンジみたいな。そう、ストーン、本当ストーンヘンジですね、ここは。筑波のストーンヘンジ。すごい。そう、いいよね。今日はね、ちょっとお天気心配だったんだけど。うん。大丈夫でしたね。いい感じに気持ちいいので。ね、そう、涼しいし。お外から配信、はい、配信中でございます。見てるよ見てるよ見られてるありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、じゃあ今日から11月になりました。もう11月ですね、うん、ねえ、カレンダーがもうあとね、2枚、何なのこれ、11月12月とかね、うんうん、あ、そうか、2ヶ月しないともう1枚しかないっていう。確かに、そうだよ、ね、今年ももう差し迫っております。終わるよ終わるよ。終わるぞ、どんどん終わるぞ終わるぞ。焦らせてくる ね、 ね、そう。街の中のディスプレイもクリスマスになってたし。そう、さっきすでに ね、 ね、ハロウィンがもう撤退して。ハロウィン終わりだよね。忙しいよね。忙しいよね。今日から11月下月ですね。はい、下月でございます。そして今日はね、大安吉日です。うん、そうね、結婚式の。あ、それ入りますが、逆光でお二人のお顔とお召し物が良かった。そうなんですよ、今日ね、ちょっと紅葉を見てもらおうかな。そうそうそう、これさ、画面をさ、タップしてもさ、あ、でも変わんないか、変わらないね、なんか、あ、変わんないか、画面とか変わんない、あ、違うね、間違えました。あ、これだとあれだよね、あ、違うな、あ、これフィルターだね、フィルターだもんね、ね、あの、そうですね、ベンチが動けばいいんだけどね。そうですね。あっち？あっち？ちょっと動きます。ちょっと動きます。ちょっと動きましょうか。よいしょ。よいしょ。お持ちして。はい。ちょっとこう景色を見ながら。景色を見ながら。移動して行きましょう。ここね。ここも座ったらいい？ね、ここ。え？あ、でもじゃあ向こうに座って。向こうに座る。でどうでしょう。あ、こっちだと明るいですかね。じゃあ私もちょっとアミコさんが持ってきたら。あ、荷物すげえ向こうに。まあまあ大丈夫でしょう。まあ、誰もいないので、ね。本当誰もいないのでここ。そうそう。庭のように。わあ。いや、こちらこそ先ほどはありがとうございました。
さかのね、まさかの参観日みたいにそうそうそう、先生お越しくださってあの出待ちというかね、そう出待ち、そう出待ちが来るかなって私は期待してたんですけどラジオといえばでも出待ちでしょうと思って、そうだね、ね、よし、あ、よし、いいですねこれで、あー、なんかもう景色がすっかり秋だ、ね、秋だ、いやいいね、やっぱここ穴場なんだよね、ここすごくいいね、いいよね、ここちょっと覚えとこう、そう、かつて私がねこの近くに住んでいたので、うんうん、はい、すごくいいところ、そう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 、あ、そんなそんな、あの明るい方がいいですからね、ええ、とんでもないと、ね、とんでもないですよ、はい、そうそう、いやなんかそうだ、さっきあれ、ね、キティちゃんの誕生日って言ってたっけ、あ、そうだ、キティちゃんの誕生日って言ってましたね、なんか今日キティちゃんの誕生日だそうですよ、あのラジオつくばで売ってましたよ、うん、ね、知らなかった、キティちゃん11月生まれだね、へーねーって、ね、111、あ、そうか111、うん、なんか意味あるのかな111、なんかあるかね、なんかあるんですかね、まあでもなんか1が揃う日でなんか気持ちがいいなっていう、うんうんうん、覚えやすいし ね、11月といえばほら、いいなんとかの日、ね、あ、そう、いい、そう、いい夫婦たちとかね、うん、なんか記念日にしやすい、そう、確かに確かに、キティちゃんは何歳なんでしょうかね、そう、なんか言ってたね、聞き逃しちゃったじゃあ、ね、みんなでみんなで調べよう、ちょっとキティちゃんの誕生日、キティちゃんの誕生日ね、まずね、私が知ってる今日は何の日、はい、今日は何の日、自衛隊記念日です、自衛隊記念日、へえ、え、なんか あったんですか、自衛隊の何かが、なんだろう、わかんない。あ、あのね、まあ、防衛庁が制定された年。でも、この日っていうわけじゃないだろうけど、気持ちいいからとか。うんうん、まあ、自衛隊詳しい人教えてください。自衛隊詳しい人、ね、簡易式が行われるそうですよ。簡易式、うん、あの、それぞれの、こうみんな、こう、パレードみたいな。あ、へぇ、それが陸空海の順番で3年に1年ずつそれぞれの、あ、それぞれ順番あるらしいけど、まあ、最近はちょっと中止になったりとかしてるっていうのをちらっと何かで調べたみたいな、自衛隊詳しい方 ねいそうですね、うん、もし見てたら教えてください、自衛隊のこと、ね、そっか、いいじゃん、楽しい、ね、お腹空いて、ね、お腹空いちゃいましたね、ちょっとね、ちょっと緊張が解けた、ね、お腹が空いて、そうそう、お腹が空いて、そうそう、うん、いやでもね、そう、やっぱり若干の緊張がね、あの、そうね、ありますね、あの、そう、ちょっと本当、本当やっぱり、あ、本物だと思って、ね、そうそういつものね、あのね、ゆるい感じとはまた違う、ま、違う、ちょっと、あと音とかどうしようみたいな、そうそうそう、音とかなんかうるさくしちゃいけないなとか、ね、そうそう、え、今このタイミングで喋っていいのかなそうそう、なんかね、あのヘッドホンしてるとなんかあの不思議な感じになりますよね、うん、他の音が聞こえないから、遮断されてその音だけの、ね、そう、なんか近くにいるんだけど、そうそうそう、一緒に喋ってる感じがしないのがすごい不思議、近くなのに遠い、そう、近くなのにすごい遠く感じますよねなんかあれすごい新鮮だった、すごい、ね、まあ、すごいね、何気にほら今回全くノー打ち合わせで始まったじゃないですか、ああそう、打ち合わせあれねなかったんですよ、なかったね、ほとんど、まあ、よろしくみたいな感じで座って、はい、ヘッドホンつけて写真撮るよ、じゃあ始まるよみたいなだったので、ね、まあ、何振られるかなっていうので、ね、あ、そう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 、まあでもさすがにパーソナリティー上手いので、ね、うまいですね、さすがですよ、トークの勉強にもなる、うん、勉強、いや本当に本当にあの淀みない感じが、あ、お仕事中で聞けなかったら残念ね、そうなんですよね、ラジオ、ね、あれ、ね、なんか聞けんのかな、アプリでリアルタイムでしか聞けないのかな、ね、その辺もどうなんでしょうね、ラジコとかだとさ、あ、そうかそうかそうか、ラジコだと聞けるけど、そういう、どうなんだろうね、あれはあのかな、あ、でもなんか前にその別のアプリ、うんうん、サイマルラジオってやつで、うん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 、やったやつでは聞けたから、あ、本当に、じゃあ、何かシンプルラジオだと多分シンプルすぎてそういう機能なさそうだからどうだろうね、ね、他のなんかアプリ使えば聞けるかしら、うん、ね、そうだよね、後からも聞きたいよ、ね、なんか何かあったらお知らせします、ね、役に立つかね、そう、うんうん、ちょっと緊張した2人の感じだね、あ、そうそうそうちょっと声がちょっとね初めの声とかが、最初の発声が難しいよね、そう、あみこさんすごい、よそ行き声だと思って、なんか初めの声どうしようっていうのがあって、そうそう、
るよと思って、うん、ね、うんうん、でまあそれが終わってちょっとお散歩してここに来たそう今たどり着きましたね。すっごいいい景色本当。そうあいにくねあそこがあのエキスポセンターがそうすごいねいい景色あと誰もいない。何度も言うけど誰もいない。そうそうすごいで今日本当にお外にいるのが超気持ちいいお天気なので、ね、本当にそうそうこの辺ですかこれあげていやーいいでしょうか。虫もいますから ね、あの外なので気持ちいい。今日は皆さんのところお天気どうですか投げかけるなんか落ち葉落ちてきた。なんかすごい落ち葉がすごいね落ちてくるすごい ね、そうキラキラしてるもんね。落ち葉がキラキラ本当だ。あ綺麗よかった。太陽出てきたよね。すごいね。あちょっとハラハラとあら秋の景色だ。ね、お何の何なんか木の実が落ちたのかな、うん、ね自然の音すごい、ね、自然のところで超入ってますよね。すごい絶対アーカイブ聞くの楽しみ絶対すごいよ。すごいさえずりだもん。すごいすごい鳥やばい鳥だよ ね、やびやび。本日はつくばからお届けしております、はい、茨城県つくば市に来ておりますつくば市のとある公園です、ね、とある公園です。本当ね、でもこの辺もきっとこの公務員宿舎たちは壊しちゃうので、うん、壊しちゃうね。今もうすでに何だろうあっち側、学園線沿いの方があのマンション予定地になって更地になってたので、うんうんうん、ね、うん、景色変わりますね。いっぱいだから ね、 ね変わるよね。そうそうこの感じが好きなんだけどな。危ない。ここのところをね、あのこうあう机の角とかにバーってぶつかってビって破くことあるから気をつけましょうね。あのあれですね、あのドアのこういうレバータイプの取っても ね引っ掛けるので ねそう危ない。そどかしいので気をつけます。足は順調に治ってきてます。あそうだそうだ大丈夫です。全然普通だったでしょ、うん、そうだ忘れちゃうぐらい。そうだそうだ、なんかあまりにも普通だったから忘れちゃうから危ないんですよね。確かに不意に力を入れちゃったりとか、ね、あ足痛かった。怖い怖い。ちょっと距離を保って歩きます。私ちょっとあれこさんになんかぶっこうとあーみたいな大丈夫だと思うよ他のとこ怪我するねえねえ、まあね、ラジオのいきさつもね、うん、本当偶然が偶然を重なってちょうどよかった、うん、いや結構本当に急に決まったのでまさかこんなことになると。先週の金曜日の夕方に、うんうん、どうですかって久しぶりにラジオ出てみませんかって連絡が来て、うん、今の今週末に私あのスクバーでちょっとイベント、うん、出張久しぶりの行商イベントをするんですけどそれもあるし宣伝も兼ねてどうですか、うんうん、ってえでももう来週しかも月曜担当だよねみたいな。そうだって金曜日で月曜日だから金土日月でしょね。え金曜だって夜だったもんね。そうそう夜そう本当に本当に夕方来て、ねうんあそうでもまあその日一応ね一応このそうラジオ室の予定だったので予定だったし、ね、あでも午前中自動車仕事って言ってたなみたいな。そうで私がまたつくまで仕事だったのでそうでこっちは11時半ぐらいからだからって言ったら、うん、あちょうどいいちょうど仕事がね終わってあの返信してちょうどいい。そうそうそう仕事の時はね黒いスーツ着てますんで私こんなだけど、うんそうズラも被っておりますので、そのラジオのパーソナリティのね、うん、赤羽さんっていうのと自動ちゃんは普通にお友達でもあって、そうそうそうだからまあ話は早いなと思って、ね、自動ちゃんとその日予定があるんですけどちょっと本人聞いてみますみたいなちょっと予定をずらせるかどうか、うん、あじゃあ2人で来たらいいじゃんあそうですかじゃあ地蔵見でみたいなという感じで、ね、すごくあのポンポンポンと気持ちよくタイミングよく ね、そうそう時間帯もちょうどよかったよね。あれがまたもっと早かったらちょっと無理だし、そうだもっと早かったらそうですね、うん、あの黒地蔵スタイルで行ったかもしれないし
ね、ね、着物着てないかも。ちょうど仕事も筑波だったっていうのも、そうそうそう、本当ね、この近くだったので、タイミング、タイミング、イエーイ、波に乗ってますね、波に乗ってるぜ実は、ね、勝手に思い込んで、ね、そうなっていく、そう、いやでもっていうのが我々の、いや地図編みの時代じゃないですか。そうで八面六臂ですよ。そうで八面六臂の時代はね、八面六臂ですから、皆さんちょっとね、なんか八面六臂ってアルバムを出したアーティストもね、いらっしゃるみたいで、スカイハイさん、あの全然ね、私もよく知らないんだけど、知らなくて、え、いつだっけ、先週の確かにやたらトレンドがそれで埋め尽くされて、ツイッターのトレンドが、ね、見たら八面六臂で、あ、なんかトレンド、私見てる時と見てない時があって、たまたま開いたら、八面六臂ってなって、えぇ、ー、と思ってさ、何事何事と思ったら、調べて、ね、飛んでいっても、なんか、そうですよ。若いイケメンがなんか、歌出すのかな。すごい虫が来た。やばい。あ、やばい虫が来た。これはスズメバチではないですか。本当だ、やばい蜂が。そっと。怖いよ、ちょっと。すごい大きかったですね。君も遠く行きなさい。指、親指ぐらいありましたね。もっとあった感じか。ね。遠くへ行きなさい。あの音も今入ってるから、入ってるといいね。遠くへ追いきって。すごい。8面6って調べたら、調べたというか、ね、そう見たら気になって。トリプル A の、ね。そう、トリプル A の人らしいですね。ソロ、ソロユニットというか。ね、まさかその八面六臂なんて言葉を使う、ね、普通普段使わないよ ね使わないよ、そうのそうそうなんですよ、今年は八面六臂、私の書き初めは間違ってなかった、うん、すごい時代先取り、八面六臂の活躍、なんかそれさ、どうでもいいさ、なんか余地みたいなのはあるんですよね、すっごいどうでもいいレベルの、いやこれからきっとそれがどんどん役に立ってますよ、ね、くるくるくるもうなんかするなんか、ね、大活躍、予言の地蔵みたいな、あ、やばい、そういうお仕事できるかしら、うん、できるできる、どん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 これからこう、ね、貫禄がついてくるとさ、そういうのもこう、ね、はまりやすくなってくるので、亜美子さんすでにほら今日はいい日だからとかさ、すごい、あ、まあね、でも基本的に大体いい日まあでも確かにいい日ですね、いろんな見方があって、うんうん、いろんな、そうだから何かしらで絶対いいので、うんね、うん、今日も、え、でもさ、あのラジオでも、あれラジオの始まる前から赤羽さん今日はいい日だからってすごい言ってて、うん、ね、あ、いい日なんだって、うん、なんかいい日なんだって、ね、始まる前ですね、そうそう、私と仕事だったっていうか、今日はそう対案の日でもあるし、うんうん、あとね、なんだっけな、なんかでもいい日なんだよって話だったよ、あと今日は、ね、十二直の平ですね、平十二直っていうのは北斗七星をの形、うんうんうん、柄杓の形、向きによってなんか見るらしいんだけど、うんうんうん、平はね、平、物事万事平らになる日、お、平たくなって穏やかな日、何事にも差し障りのない日、穏やか、そう、今日みたいな日はそう、ね、平和だからねっていう、うん、いやすごいもう、すごいの来た、すごいの来た、君、うん、すごいのが。であれどこだどこだあれどれだ、どれだ、あ、今ここにいるテントウムシを追う配信、なんかタイガースカラーなんですけど、タイガースカラーだし羽をなんかしまえてないよ、切れてない、ね、あ、ちゃんと映ってますね、よかったよかったテントウムシ、めっちゃタイガースカラーなんですね、あ、来た来た、羽なんでしまい忘れてるんだろう、ね、この子、私結構無視平気な女なの、でもかわいい、本当だ、どうしたの君、ちょっとね、かわいいね、かわいいね、ちょっと待って、それちょっと写真を撮っておきたい、えい、どうもです、どうもです、めっちゃ半身カラー黄色とか、今日ね、11月昨日、1日、そうですね、1日なので、1日、1日、いいな、111、いい日です、いいですね、はい、ね、そうそう、あの、つくる人カフェの67、私はちょっとあいにく行けないんですけれども、着るものを新しいのをお持ちしようと思っておりますので、そう、今作ってて、今日ね、間に合わせたかったんだけどね、あ、もう無理だった、無理しない、無理だった、大丈夫、なんとかなって、そう、無理無理、
で、まあ、それもお持ちするので、はい、ぜひ、ね、もしよかったら、私があれだけなんか赤羽さんがすごい宣伝してくれたからさ、これちゃんと作るって間に合わせないとか確かにないのみたいになっちゃうから200円握りしめてみんな来るか、ね、そうそう、みんな来ちゃうかもしれない。私が積極的に販売していきますよすいません、よろしくお願いします、ね、そう、お外なんですよ。そう、お外、今日は茨城県つくば市某所の、はい、つくば市公園に来ております。ちゃんと来ておりますよ。あ、光ってるの全然わかんない、わかんない、外だからわからない、わかんない、残念。すごく気持ちいい、本当気持ちいい、ね、今日、うん、気持ちいい以外の言葉がだってもう気持ちよすぎてなんかさ喋れないよね、ぼーっとしちゃって、なんかあの辺で寝てもいいなみたいな、ね、いいよね、鳥の音とね、そう、まあ、ちょっとスズメバチが飛んでくるけど、ね、あ、そう、スズメバチも来たりね、絡まれたりするけどあいつは悪いやからだから、ね、やからが来ちゃった、すごい。いや、いいね。もう11月とか霜月。霜月。もう霜も嫌だって、朝とかさ、本当ね。寒いよね。寒いもん。そう、4時台とかに起きると本当外寒くって。そうそう。仕事柄早い。今日4時半ですね、起きたの。朝は寒いよね。朝ね、でも今日はね、暖かかったの。昨日とかが寒かったですかね。うんうん、昨日天気がちょっと崩れて、うんうん、放射冷却が余ったから。うん、そう、天気いい時は寒いよね。寒いですね。もうだからもうちょっとしたら車も凍っちゃったりとかね。あ、そうだね、朝のうちって ね、 そうだそうだ、そうなんですよ。あとお湯を沸かしておかないと。そうだよ、だってあれ7日にはもう立冬ですからね。あ、冬でもさ、も日傘超短くないですか。短い、もうさ5時には真っ暗じゃない、ね、真っ暗ですよね。そう、それでなんかびっくりする。早くお家に帰ろうってなる、うん。そうそうそう。もう早く帰んなきゃみたいな気分になる、ね。あとなんかもう真っ暗なのに今5時の音楽が流れてるって思ってびっくりする。うん、まだそうだよね。まだっていうか、そう、まだ5時なんだと思って。感覚がなんかちょっとこう、そうそうそう、おかしくなる、ね。自分の中でこの暗さだともう結構経ってるのに。そうそうそう、もう7時ぐらいだと思って。ね、実際はまだこの時間っていう。なんか ね、 夏と冬じゃ全然やっぱ違うよね。活動時間が結構違うってことだよね。そう、うん、やっぱりね、お日様とともにね生きてた方が、うん、そうね、やっぱりね、お日様と思いますよ。だから多分夜とかもね、うん、冬は寒いからゆっくり寝るのがいいんですよ、きっと。ねえ、そうだよね暗い間は、暗い間はね、体を温めて休めてそうそうそう。でもね、今ほんとどんどんこう景色が秋、秋深まって、どんどんこう色も綺麗だし、葉っぱが今どんどん散ってってるもんね、うん、今まさにこれもうちょっとしたらだからあの冬のね、そうそうそう、葉っぱなくなって全部落ちちゃいますね、この辺は。そうだよね、紅葉樹は落ちちゃうね、うん、今の黄色っぽくここは全部落ちちゃう、ね、そう、いいね、いいね、それはそれでいい、そう、それはそれで、で、この人気のなさね、うん、ものすごい人気のなさなので、うん、筑波駅からほど近いんですけどね。すごい近いよね。そう。ほど近いんですけどね。駅徒歩数分っていうところだね。そう、駅徒歩数分なんだけど、静かすぎるんですよ。うん、まあ、ね、ほら、すごい、今パラパラ。でもね、まあ、もともとね、筑波駅っていうのはさ、うん、ほら、なかったじゃない？あ、なかったですね。そうそうそう、エクスプレスができてからなんで。そう。この辺にだから多分駅地下とか概念がないのかなって思って。ああ、そう、駅、そう、駅地下、うん、あ、そっかそっかそっか、うん、そもそもね、確かに。まあ、中心部、そうですね、まあ、町の中心部っていうのはあるけど、うんうん、そもそもここがそうだ、あの、そう、その駅の近くっていう、そうだね、なんか。で作ったわけじゃないからね。そうです、そうです、うん。そうですね、その西部に近いっていうだけで、うんうん、そうだね、うんうん、言われてみれば。そう、ここら辺のだって団地がね、地区ね、多分40年ぐらい。まあそうだろうね。70年代か、70年代、80年代入ってるぐらいかな、うん、確か70年代まで。私より若いなって今思ってる確か、そう、昭和、そう、私55年ぐらい、そう、常総市の水害の関係でここに住んでおりまして、うんうん、その時にその場所地域とあと築年数とかで選べてたんですよ、場所が。そうなんだ。そうで、あ、でも、つくばはつくばっていうだけで、どこになるかわかんないみたいな感じだったんだけど、うんうん、そう。で、その時に聞いて、確かそんな感じだったと思うんだよね。そうそう。まあ、でも、まだまだね、住めるっちゃ住める、ね。いや、全然住める。まあ、配管とかがちょっとあれだったりはするけど、ね、わ
ったいないよね。もったいない。壊すんだぜ、壊すんだぜ。ちょっと昔の建築の間取りっていいじゃない。そう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 。すごいね、あの中は広くてね、めっちゃ良かったです。ね、なんか面白い。そう。団地好きなんですよ。ね、そう、昭和の団地はね、いいですよね。こじんまりとした中にもこうロマンがあって。そう。でも台所がね、割と広かったな。うん。やっぱファミリー向けの物件だったからかもしれない。うんうん、ね、間取りがね、洋間が 1,2,3 部屋と和室が2部屋あって。広くない？めっちゃ広かったですよ。だから1部屋。5人家族とか。そう、多分その想定だと思うんですよ。子供3人とかで住めちゃうね。和室1つを物置にしてて、うんうん、もう全然2人だと余裕だったので。うん、そう、洋間もね、6畳、8畳、6畳とかそんな感じかな。4畳半じゃないよ。おー。ね、いろんなものが襲ってくる、ね、いろんなものが襲ってくる襲われるあ、なんか工事音がしてきましたね。なんか何か来ましたね。近づいてきましたねなんだろう、なんだろう、ね、落ち葉飛ばしのやつでもないのかな、うん、お、止まった、なんだろう、あ、落ち葉飛ばしのやつかなね、今ボーンってやつ、ね、すごい本当、あ、カメムシ、カメムシが、ヘップリムシが来てしまった。カメムシまでいらっしゃった寄ってきた。カメムシが ね、 ね、まあ、この辺だとそんなにあれだけど、東北でね、よく言うのはカメムシが多くなる、うん、多いと出てる年は大雪になるよとか、今年結構多いんだよね、噂で聞くと。私、うちなんかあの作物にカメムシがつきがちなので、なんかね、え、ピーマンとか育ててるとすごくないですか、皆さんどうですか、ピーマンのここの茎のところにびっしりこうカメムシが来るので、今年夏それをこうカメムシペットボトルで作ったこのさ捕獲器みたいなこうすくい取ってすくい取ったりこう箸で落としたりして、カメムシハンター、そう、カメムシいっぱい捕まえたよだってやられちゃうから、冬寒いとかなんか雪を、やだね、寒いのかしら。でも今年寒くなるっていう噂じゃない？あ、そうなんだ、去年があんまり寒くなかった。あ、そうか、去年は雪は、うんうん、あの、まあ、こっちの方はね、西日本じゃない、日本海側の方はすっげー降りましたけど、そっかそっかそっか、すっげー降ってたけど、そうですね、あれをどうにかうまい有効利用して、ね、こっちのさ、そう、あの貯水池の方にね、うん、そうそうそう、なんかできないもんかと思うよね、あれだけ。もったいないよね、もったいない、そう、あ、雪やこの辺ね、関東は全然ね、雪去年はほとんど降らなかったんじゃなかったかな。積もった日あったっけ、私の記憶ではうちの方ではないですね。ね、あんまり私もないの。一昨年かな、積もったでしょ、ね、一昨年は積もったね、一昨年積もったよね、うん、うちの方でもあんまり積もらないはずなのに積もった気がする、うん、まあね、忘れちゃいますね、忘れちゃう、すぐ忘れちゃう、うん、ね、なんか今日のコーデとか、あみこさんどうですか今日ね、はい、はい、今日ちょっとじゃああっちバックにします、せっかくなんか外で動けるし、うん、あ、でもあっち向きにするとまたあ、でも今日差しで今大丈夫じゃない、大変失礼しました、出られない、ぐるぐるぐる、うん、あ、来た来た来た、怖い、あ、怖い怖い怖いよ、怖いよ。めっちゃブーンって耳ブーンって。あ、また、あ、でも、あの、あ、でもそれでも、まあ、あ、でもこっち側だと、こっち側だとやっぱ逆光だね。この辺で、どうでしょう。そうそう、昨日からね、香りを私、やっと引き出した。うん、うん。いろんなものが襲ってくる。あの ね、今、香り来ちゃってますが、今日あの、私のテーマとして、あの、ハロウィンに間に合わなかった人。ハロウィン終わっちゃった。あれあれ今日じゃなかったっけみたいな。そのちょこちょいです、ね、色合いといい。これほら、かぼちゃみたいじゃない、かぼちゃ、かわいい。かぼちゃだ。で、おしし。でも、ここなんか獅子舞っぽくして、うん、ちょっと間に合わなかった人に、ね、で、朝ちょっと寒かったので、香りをゴソゴソって、うん。ね。香りは霧ですか、かわいいね。まあ、安定の紫。黄色が強いんですけど、うん、うん、あとね、なんとなく矢羽がシャーシャーして、すごい斜め矢羽、本当だ、ね、シャーシャーなってるし、下もなんか結構
そうそうが、ね、呪文がしかも呪文があって、それもなんか破れてるやつですよね。すごいすごい凝ってる。これなの1と思って11月あ11月1日みたいな。もうあの本当だ11月だ。絶対にあの伝わらないっていう伝わらないですね、イメージを自分の中で持って、今日は11月イマジネーションがさ常にそういうことを、すごいな、考えながらコーディネートしています。そうでもまあ一ハロウィン間に合わなかったよーって、ね、うん、昨日忙しかったよーって、ね、ハロウィンね、昨日ハロウィンっぽい遊びをしてたけど今日は間に合わなかった。忘れてきたハロウィン。地蔵さん今日入れてる感じですげーかわいい派手めな、ね、ミルキーなんですよ。そうミルキーでこの赤と青が混ざったら紫じゃんと思って、紫なんか紫だからもうド派手なので行こうと思って、すごいクジャククジャクなんでピアスもちょっとクジャクっぽいのを合わせております。いい、あいつがはい、あのあいつがすごい今日主張してる、あいつがうまく出せたので、これ私あの某トイレで着替えた割にはうまくいった。すごいいい出方。そう帯は安定の、はい、朝の波動、ありがとうございます。なんかそう PR になればと思ったけど全然 ここに触れることもなく、あのそうだ、ね、触れる余裕がなかった。それどこじゃ、そう触れられなかった。かわいい、なんか飾りをつけております。はい、あここにちゃんと今日もボブワワちゃんも忘れずに持ってきましたね、すごい、また何かが近づいてきましたね。工事してるね。工事かな、うん、ね、結構重機の音だ。そうだよね、だってここ壊すんだもん。壊すんだ、大変だね、壊すのも、ね、大変だよね。風が吹くとすごい、なんか本当ね、あの吹雪のようにきれいね、ここうまいことなんかね散ってくるんですよね。お散歩してみますか。あ、不法投棄。なんかあの野良一人車がいまして、あっちにね、あのそう野良の一人車がね捨てられちゃって。いやー、あでもなんか紅葉結構ここ綺麗ですね。すごい綺麗。あんまり全然あそこ歩かないから知らなかった。あっち真っ赤なのがある。ここねすごいね、あっちの遺跡。ちょっと逆光になっちゃうんですけど、このまま遺跡の方にちょっと行ってみましょうか。遺跡の方へ。遺跡なのかな、なんかね。いやでも本当なんかすごいよね。日時計みたいな。そうそう。そう日時計っぽいですね。丸にね。ね。天にこう配置して。そう。しかも結構巨大な石がね。半分ぐらいの円。うん。そして何度も言うけど、あの人がいません。のでこんな自由な感じで配信しております。自由。あ、うっかりそうです。飛び跳ねたりするのあのやめてください。ああ怖いので。ここもね、そう段差があるので。このこっちから見ると今私たちがいた東屋が向こうですね。こんな感じでございます。で来ればあんま逆光じゃ、あ、でもここそんな逆光じゃないか。真ん中。急に私がいなくなるとかじゃない。ね、なんかここ、あ、テレポーテーション。こんな感じの。ね、周りにぐるっとくるくる。なんか巨大な石がありまして、うん、そう、こんな感じで。上から見るとわかるかな。なんか。巨大すぎてなんか全体全景が映らない、こんな感じなんですよ。ね、すごい謎の公園ね。そう楽しい、何もないけど、そうですね、ずっとあのベンチに一方いらっしゃるけど、それだけで貸し切り、すごく今落ち葉がねハラハラとこの木から落ちております。
いいですね、うん、いいですね。この辺座ってもいいのかな、うんうん、大丈夫かこんな感じで、またまたもでもこっち側から、こっち側だと暗くなるね、暗くなるね、こっち側の方が難しいねデスポジがわからない私たち、うん、まあ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 戻っていきましょうか、ね、階段足元気をつけながら、ここかっこいいよ、そう、ここもかっこいいんですよ皆さん、ほらこの石段がかっこよくないですかね、いいよね。あ、なんかあの早足で行かれましたが、本当足元お気をつけください。この絶妙な段差って一番あの引っ掛けるタイプのね段差ですよね。危ないやつ。私に言われたくない。いやいや皆さんね足のね指にはお気をつけくださいね。危ないです。お腹すいた、すごいあの鳥がさえずってるし、お腹もすきましたねギャーって、ギャーってね、すごいギャーっていい公園から今日は配信して、ね、はい、今日は配信しておりましたよ、うん、ね、こんな感じで、まあ、こんな感じで今日はいいですかね、外配信という感じで、私も一応研究室少し持っては来たんですけれども、あんまりね、まあ、ちょびっとじゃあ話したいことがあれば、そんなでもないんですけど、ね、でもあのまたすぐに関してちょっと記述を見つけましたよということで、うんうん、こちらの必ず社会で成功する婦人の社会化辞典、こちらがね、社会で成功する、こちらに気をつけろって言った矢先から危ない危ないそこ危ないですね、危ない、いろいろの品物の品質鑑定法ということで、買い物上手になるには勘と決断が必要ですと書いてあって、まあ、いつの時代もそうなんですよ、で、ですね、布地を買う場合は流行にとらわれないで、まず自分の体スタイルと肌色、これから作ろうとする洋服の種類とデザインなどを考え、一応の検討って書いてルビがイメージになってます。イメージをつけてから見立てに行きますと、うんうん、でまず店の選択をすること、素人が純毛か素婦が 2,3 割入ってるかなどの見分けはできないものですから、信用のできる店、つまりセンスのある商品を並べて、うん、店員に流行のことを聞いてもテキパキ答えられるようなら信用できましょうと。なるほど。とその2 戦争中の影響で純毛ということに惑わされないこと、もちろん純毛は結構ですが、落毛、落ちる毛って書いて落毛や短毛、ホロクズから作った毛をうんと混ぜたいわゆる純毛より、新毛8割、顕粛素婦、顕粛素婦っていうまた新しいねワードが出てきました、顕粛素婦が2割程度の梱包品の方が肌合いもよく丈夫ですと。まあ、すぐに関してはこんな感じで、あとあの燃やしてみて、あの動物の毛を焼いた特有の匂いがすれば純毛、スフ、うん、は白い灰になって燃えてしまうと、うん、あとまた糸を解いて軽く引っ張ると縮れて弾力のある溶け方をするのは羊毛の特徴、スフ、うん、はプツンと切れます。もう一つの見分けの秘訣は、握ってみてヒヤリと冷たいのはスフの多い証拠、うん、っていうことが書いてありまして、まあまあまあ、あのすぐってなんだよって思ったと思うんですけどステープルファイバーって昔の着物地なんかに、ね、あのよく出てくる河川 の、 そうのについて今調べてるので、こちら、あとねこの本ね結構ね面白くて、私が好きなページはこのじゃん、男性がこう出たら、これが ね戦後ですね、昭和28年の5本なんですけど、うん、もうね、あの男性とこうなんだろうな、男性から旅行やピクニックに誘われたらどうするかとか、初めて男性からラブレターをもらったらどうするかとか、ラブレター、そう、あとね男性がお金をくれると言ったらマジもらうどうするとか、素性の知れない男性が就職の世話をすると言ったら、怪しい怪しい怪しい
あ、あとこれこれ、恋人と2人だけで宿泊する羽目になったら羽目あ、どうしましょう、まあ、どうしましょう、いろんな、いろんな、ね、シチュエーションと日帰りのハイキングや小さな汽車の旅に出た時など幸福な2人があまり夢中になりすぎて帰りのバスに乗り遅れるということがよくあります。よくある。困ったわ、どうしましょう。 H 駅までハイヤーないかしら。今自動車会社に聞いてみたんだが1台しかないハイヤーがあいにく故障して修理中だというんだ。おいおい、仕方がないね、どういうかこの辺、どこかこの辺で宿を取って、という彼はさすがに困ったという表情です。とそうこのとっさの場合に当惑でいっぱいになったあなたの頭にまだ家の人たちの頭が顔が浮かび、間違いのないように気をつけなさいよと出かけに行った母の言葉を思い出したり、うちの人たちがどんなに心配するだろう、そしてなんて言い訳をしたらいいんだろうと、その方が気にかかります。といい子ですね。でこんな風にアベックの男性と2人でどこかの宿に泊まる羽目になったらどうしたものでしょうか。相手のうかつさを責めたり時計を罵ってみても仕方がありません。本当に信じられる相手でしたら漱石の夏目漱石ですねの三四郎のように寝具の境に手ぬぐいを置いて純潔な垣根のシンボルにするのも良いでしょうというアドバイスが。次もなんか映画のそう、その後、映画夏子の冒険などで見るように北海道の山中に泊まるとき女の人には寝具に眠らせ男は夜通し焚き火をして夜を明かすといった手もありましょう。すごい状況ですね。夜通し焚き火、まあ、北海道の山の中だからこれ超寒いから、ねね、死んじゃうかもしれないって危険があるから。そうそう同じ部屋に若い2人が泊まったとなるとあなたの純潔を疑われても仕方がありませんそうそうそう、なんかねそういうようなことが書いてあるので、あとは男性の方に下心があって、うんうん、初めから一泊を計画して、うん、わざと時計を遅らせておくといった芝居の場合もあるという、いうことです。それはあなたの直感で読み取るより仕方がないでしょうが、老婆心から付け加えたいことは、心から信頼と愛情が持てる相手でない限り、ズボンや下着は身につけたまま休むのが賢明です。いやこれさ身につけないでさ休むってさだろうってどういうことっていう、まあまあそんなね、いろいろ結構だんだん生々しくなってきて、あそうですね、恋人が肉体を求めてきたらどうしようとかねそうそう、いろいろね、男性の性的野心が分かったらとか、もういろんなものを勉強に働く婦人のための、本当にさ情報量そうすごいね、活字がねすごいよね、そう文章がね読み切れないよね。もう一冊でだいぶいや楽しめます ね、 ね本当にね、古書はねもうこれもだけどものすごい量が字がね細かいの、だから本当私これ老眼が始まる前に読んでいかないと読めなくなっちゃう、マジですごいよね、かわいいですね、挿絵もねかわいいですしね、うん、あと本当に勉強になりますので、うん、あの男性がねこう出たらどうするっていうのを私も勉強になりますのでもしねあの知らない男性とそういうことがあったら、まあ、手ぬぐいをねあの間に置いていただいて、ね、ここはあのここからあのこっちに入ってこないでっていうのをね私もやろうかなと思いますなんかお腹空いてるからあお弁当、栄養満点のお弁当、ね、お腹空きましたねちょっと ねお腹空いちゃったね、行きましょうそろそろ、すごくうまそうなんですよね、そうそう美味しそうだよね、この黒だけど、いやね、はい、という感じで、また来週のこと考えましょうか、はい、そうですね、かゆいなんか食われたよ、なんかさ私もね今ね頭かゆいのなんかねあの刺された感じのかゆみがね、ちょっとそうなんですよね、着るものをでも作って渡さなきゃいけないと思って、うんうん、あの子さんに、うん、私今週は空いてます。もうこれからあのいろいろ荷造りそうですよね。あのイベントの準備ですね。5日とかもしあれだったらお届けに。あはい、多分います。5日は ね、 ね、うん、いると思うし、なかったらこっそり出てくる。じゃあ明けですか。やっぱり明けの明けて次の次週で言った方がいいですね。うん、じゃあ次週次週は
8、9、10、11空いてる。私も来週は結構空いてるんですよ。確か。はい。空いてんな。8が、病院に経過観察に行く。そうだ。と、学校に行かなきゃいけない。8じゃなくて。今ここで予定を決めるっていう。9、10、11だったら、いつでも大丈夫です、はい。私も大丈夫ですね。どうしようかな。多分だ。あ、じゃあ10日とかにしっときましょうか。水曜日。水曜はい、10日水曜日、今決まりました、はい、お待たせしました、今決まりました。11月10日水曜日の、いつも通りお昼ぐらいから12時からの配信ということで予定です。予定で、はい、予定は未定。予定は未定なんだけど、ね、まあ、大体予定通り進んで、はい、ね、もうだって、だって今日8回目？今日8回目ですね。前回7回目だったので、わお、わお、なんとなんと続いてますね。続いてますね。ね、皆様もどうもありがとうございます。いつもありがとうございます。今日はちょっとね、はい、イレギュラーな配信を、はい、配信になりましたが、いい景色からお届けしました。はい、つくばだよ。つくばに遊びにおいでねっていう感じで、私はもうめっちゃこのハゲてる爪がさ、私も今日爪ねやり忘れて、そうちょっとね、手隠す間に合わなかったんだ。いろいろ忙しいですよね。そう今ねちょっとね。ね、はい、はい、ではそんなわけで、あ、ちょっとね、一応このためこれだけのためにこのキーボード担いでね歩いてきたんですよ。そうですよ、このためだけに。完全にも歩いてる姿チンゾン屋だからね。でもあの可愛い子にナンパされましたね。すごいおしゃれなお姉さんに ね写真撮っていいですか、そう、写真撮っていいですかってね、うん、いやナンパされたって思って。そうね、一応今週末私、はい、そうです、つくばでイベントなのでお暇な方遊び来てください。詳細はインスタで。そう、週末はつくばへ GO、 つくる人カフェ GO、 ねっていう感じで、はい、はい、ではでは。またね。またね。消しますよ。いい。間違えた。消えてない。視聴者。消えてない。